私は今東京北区にある通称ファミリーハウスと言われるアパートに来ています。このアパートではブラジルやペルーからの日系人が小さなコミュニティを形成しています。現在日本には約15万人の日系人労働者がいると言われています。しかしこの平成不況の中、彼らの就職状況は最悪の状態に置かれています。僕は茨城県北茨城市出身なんですけど、5つの時ですね、家族とブラジルに移民したんです。そして平成元年に、まあ、出稼ぎのためにまだ日本に戻りました。まあ子供からどう言いますかな、憧れた日本ですね。やっぱり自分のふるさとと思ってましたし、まあ小さい時向こうに行ったんですから、やっぱりブラジル人という感じもありましたですけどね。南米から来た人はよくやられるのは、アパート借りに行ったら、あなたは外人だから、あのアパートはないからと言われて、寮でよし、諸外の親戚どうしてもよくありますし、仕事の方にもありますね。あまりブラジル人は、好きじゃないです、ね、あの泥棒って言ってるね、の、バカってね、それです。それから日本に、働きに来た人が、事故で足が潰れましたですね。会社が、お前の面倒見ただから1年と2ヶ月ただで働け言うです。おかしいですよ。月曜日に来たの、ここに。まだ1週間ならないのよ。それでから何にもわからないのよ。これ娘と一緒に来た、娘が来たかと思うんですね。それで僕がよく言ったのは、あなたらと同じ日本人ですって。地位もその日本人の地位もあるし、名前も日本人の名前だし、そして僕らのお父さんかじいさんは日本から追い出されたような感じで南米の方へ移民として働きに行って苦労したりして、父もやっぱり戦争に参加した方なんですから、フィリピン部隊なんかに行って、戦争終わって日本ではやっぱりまあなかなかいい仕事見つからなくて、ということは我々のために移民したっていう、そういう気持ちもあったのですね。ですからそれに対しては本当に僕は感謝してます。母なんかは、日本では60年時代に入っても、ビートルズ時代なんて時には、日本ではこんな長い髪なんか使ってる人はないっていう、そういうことを言われたんですよ。そしたら、まさかって、母さん何にもしてないって、何も知らないよ、もう日本はもうそうじゃないって、もう日本はもうアメリカみたいになってきたっていう、でもいや信じられない信じられないってね。ですからまあ向こうの人はまあ昔の気持ち持ってそれを守るっていうかね、それが強いんですね、向こうに行った人は。本件は院長報告の通り許諾を与えるにご異議ありませんか。仮に100歩譲って私の取引であったとして、何が問題なのかと思います。私はつい今しがた臨時閣議におきまして、総理の職を辞席の念を申し上げ、表彰をいただいてまいりました。先般の私の過去の歴史に対する発言は不適切で